はい、こんにちは、116インズです。今回は今野球漫画で題材にするならどんな MLB の史上初の記録があるかを考えていきたいと思います。その昔、当チャンネルでは漫画メジャーに登場する主人公重野五郎とその親友でライバルでもある佐藤俊也の MLB 時代の活躍が現実的であったのかを調べたことがありました。五郎はサイヤング賞を2回受賞したりなど20代とした驚異的な成績を残していましたし、トシヤについてもキャッチャーで MLB のホームラン王に輝いたりと負けず劣らずのバグりっぷり。現実の MLB で全くそういった記録の達成者がいないわけではなかったものの、相当に水準の高い記録ではありました。ある意味で正しく漫画の世界、まあフィクションだからねで納得できるような成績でしたね。しかしこの動画を上げたのも2020年のことで、そこから MLB もだいぶ変わりました。それもそのはずで、大谷翔平という漫画の世界から飛び出してきたような選手が本格的にその才能を開花させていきましたからね。2021年から二刀流のレベルがこれまでとは1段も2段も上がり、数々の記録などを打ち立ててきたわけですが、例えば MLB 史上初となる2度の満票での MVP 受賞もありましたし、ついこの間まで日本人選手では到底無理だろうと思われていた MLB の舞台でホームラン王も獲得。2022年は投打二刀流で規定打席と規定投球回のダブル規定達成という、文字通り一人で二人分の働きを見せたこともありました。またこれ以外でも紹介しきれないくらい記録はあるんですが、史上初ベーブ・ルース以来とつくものも非常に多いですよね。先日ドジャースと10年総額7億ドルのプロスポーツ選手史上最高額の契約も結び、もはや漫画でもやりすぎな領域となりつつありますが、大谷さんの登場によって大体のことが現実味を帯びる。まああり得るかもなと思うようになってしまいましたんで、大谷登場以降の今の時代でもさすがにこれは漫画の世界でしかできないよなと思えそうな記録、大谷さんが史上初の記録ばかり作っていきますので、それに対抗して史上初の記録ではどんなものがあるかを今回は考えていきましょう。まずはシーズン80ホーマーですが、まあさすがにこれは漫画の世界でしょう。MLB の歴史においてシーズン最多ホームラン保持者は皆さんご存知、2001年のバリー・ボンズで73本なわけですが、80本となるとほぼ2試合に1本のペースが必要となるわけで、まあ無理でしょう。ボンズのシーズン73ホーマーも天才打者に薬の力が加わったらどうなるのかを証明したようなシーズンで、ある意味で人類が攻撃面で到達できる最高点に近いような感じでもありましたからね。2022年にヤンキースのアーロン・ジャッジがアメリカンリーグ記録となるシーズン62ホーマーを記録し、あの年のジャッジも毎日のようにホームラン打っている印象すらありましたが、そのジャッジにさらに18本も上乗せしてようやくたどり着くのが80本の大台です。続いてシーズン打率4割3分以上ですね。MLB において1900年以降の近代野球で規定打席に乗った選手の最高打率はナップラ上位の4割2分6厘。4割打者という意味でも1941年のテッド・ウィリアムズを最後に達成されていない状況にあります。何年かに1回、それこそ昨年マーリンズのルイス・アラエスがそうでしたが、シーズン途中まで4割近いハイアベレージをマークして、シーズン打率4割の到達に期待がかかりますが、やっぱり現代のフルシーズンでは到底困難な水準であると。ましてやラジョイの4割2分6厘を上回るなんてもっと困難でしょうね。今やリーグの平均打率が2割5分を下回っているような時代でもありますし、どんなヒットメーカーであっても規定で打率4割3分超えは夢のまた夢でしょうか。続いてピッチャーのある種夢でもあるシーズン防御率 0.00。 これもまあ一定イニング投げる前提ですと達成は漫画の世界になってくるかなと。近代野球で最高の防御率を残したのは1914年のダッチ・レナードで防御率 0.96。 彼は224回3分の2も投げてこの成績でしたんで、いくらピッチャー有利な時代の成績だったとは言っても、正直このレベルでも十分漫画の世界みたいな成績ではあります。規定投球回に到達しなくとも最も多いイニングを投げてシーズンの防御率が 0.00 だった選手は、1908年のアール・ムーアで26回を投げての成績ですが、2022年レイズでプレーした JP ・ファイアライズでも24回3分の1を投げて防御率 0.00 だったこともありました。まあとはいえ、その昔 MLB の CM においてシーズン防御率 0.00 を豪語した先発投手がいましたが、さすがに規定投球回でゼロは不可能でしょうね。続いて二刀流に限定した成績にはなってしまいますが、投手と野手のウィンザブリプレイスメントそれぞれが1位。漫画でウィンザブリプレイスメントを出していいのかわかりませんが、投打ともにナンバーワンの存在という解釈もできるでしょうか。さすがの大谷さんといえど、フルタイム DH が故に野手のウィンザーブリプレイスメントが伸びにくい側面があり、投打どちらも1位というのは難しそうですが、参考までに2021年以降の大谷さんの投打のウィンザーブリプレイスメントが MLB において何位に相当するかも確認してみました。2023年はなんと野手で8位、投手で11位。つまり去年は投打で分離したとしても、どちらも MLB でほぼトップ10レベルだったと。何なんですかね、このヤバい人は。
次はゴローも作中受賞したサイヤング賞関連ですが、5年連続サイヤング賞まで行けばさすがに完全に漫画の世界でしょうか。キャリアで複数回サイヤング賞を受賞した選手は歴代22人いまして、昨年パドレスでプレーしたブレイクスネルが22人目ということになったわけですが、実は4年連続でサイヤング賞を受賞した選手は過去に2人います。それが精密機械ことグレッグ・マダックスとビッグユニットことランディ・ジョンソン。マダックスが1992年から1995年にかけて、ジョンソンが1999年から2002年にかけて4年連続で受賞しています。なのでそれを上回る記録としての5年連続というわけですね。ちなみにサイヤング賞をそもそも5回以上受賞した選手自体も歴代でロジャー・クレメンスとジョンソンの2人しかいません。大谷さんがここ3年間毎年絡んでいる MVP 争い関連では5年連続 MVP もどうでしょうか。複数回 MVP に輝いた選手は歴代で33人いまして、昨年そこに新たに大谷さんも加わった形です。ただ MVP を4回以上受賞した選手は過去に7回受賞したボンズしかおらず、そのボンズが2001年から2004年にかけて4年連続で MVP となっていましたので、それを上回る記録が5年連続 MVP と。先ほども触れましたが、この辺りの時代のボンズは天才に薬の力が加わったらどうなるかを示したような時期でもありましたので、漫画でやるにしてもちょっと宇宙人レベルといいますか、そういう選手にはなってしまいますけどね。続いて2年連続での MVP とサイヤング賞のダブル受賞ですね。サイヤング賞が投手最高の賞であるがゆえに、これを達成できるのはピッチャーをやる選手に限られるわけですが、最も直近では2014年のクレイトン・カーショーが MVP とサイヤング賞のダブル受賞を達成しています。ただ投手最高の賞としてサイヤング賞がある関係か、 MVP は野手の方が優先される傾向にありまして、2年連続で MVP とサイヤング賞のダブル受賞を達成した選手はまだ歴史上存在せず、それこそ大谷選手みたいな超高次元の投打二刀流でないと厳しいかもしれません。2度 MVP に輝いている大谷選手ですが、サイヤング賞にはまだ手が届いておらず、かつどうしても登板頻度の関係から不利にはなりがちでありますので、二刀流を今後漫画の題材にする際、これは結構ありな記録なんじゃないですかね。そして最後、これがもしかしたら今回出てきた中では今後一番現実でも達成される可能性があり、かつ漫画でやったら適度にこれぞ漫画みたいな感があるかもしれません。ワールドシリーズ優勝決定ノーヒッター、なんなら私が知らないだけでどこかの野球漫画ですでに扱っていそうな感もありつつ、今回含めましたが、現実のワールドシリーズの歴史上ノーヒッターが達成されたのは2回しかありません。1956年ドン・ラーセンによる完全試合、そして2022年アストロズの継投ノーノー、この2つだけです。ちなみになんとドラマチックなことに、ワールドチャンピオンを決めるサヨナラホームランはすでに現実で2本ありまして、1960年のワールドシリーズ第7戦でパイレーツの優勝を決めたビル・マゼロスキー、1993年のワールドシリーズ第6戦でブルージェイズの連覇を決める逆転サヨナラスリーランを放ったジョー・カーターがいます。ということで、いくつか挙げてみましたが、まあだいぶ水準が高いというか、というか基本的にそもそも不可能なものばかりですが、いかんせん大谷さん自体が漫画のような存在であるがゆえに、それを上回るためにはこれくらいのインパクトが必要かと思いました。ただ我々がまだ想像できないだけで、これすらも上回る現実の選手出てきたりするんですかね。皆さんが思う漫画のような記録、もしありましたらコメントでぜひ教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。